いやー、先日金スレ公式アンバサダーの発表がありました。総勢ね、12名のユーザーさんが、まあ、広告大使として、認定されるっていうようなものだったんだけれども、知っている方もね結構いらっしゃったし、初めてお見かけする方も、まあ、いらっしゃったんだけれども、こういうね公式のキングスレードのね新たな活動っていうのが、まあ、キングスレードのにぎわいに、つながればいいなと思うわけなんですが、その12名の中に名前の挙がらなかった金スレコイケンバンことリョウでございます。ね、残念。うん、ただまあ本当にね選ばれた皆さん善意の活動としてっていう風な形になるわけなんだけれども、まあ私もね、こういう YouTube の活動なんかを通して思うのは、やっぱりねまあ変な話なんだけど、収益とかにつながってない間の活動って本当に何て言うんだろう、慈善事業みたいな部分っていうのがあって、やっぱりねそういう活動をこう見る人たちっていうのは、どっちかというとやっぱ支えるね、そういった人たちの活動を支えるような目線で、見ていくっていうのがねできるかどうかによって、もう環境ってすごく大きく変わります。本当にね大変なんだよね。一本の動画作るのにも何時間かかったりとかっていうのは、最初のうち特にね慣れてない人なんかがそういう活動をするとものすごく時間かかるし、いいものを作ろうと思ってね下準備したりとか、ものすごく大変です。なのでまあ私としてはね、そういった方々がまあどういうね方向性の活動になっていくのか、これは運営との協議の中で決まっていくことだし、我々にはねその全貌が全く今は分かってない状態なんだけれども、ユーザーみんなでねそういう活動をプッシュしていく、そういう環境になれば、いいんじゃないかななんていうふうに思っています。改めて、アンバサダーの皆様の、ご活躍にね期待しております。で、話は変わるんだけど、まあ、新たにね実装された AU、クラウスがねすごく話題になってますね。うん、全ての攻撃が、防御を無視するというね、金スレ界隈をこう揺るがす、まあ、大事件ではあるんだけれども、面白い話がね、おそらくもう少ししたらいろいろ出てくるんじゃないかなと思います。結構ね、精力的にそのクラウスを育てている人たちのコメントみたいなのを、こう、ツイッターなんかでもね、よく見るんだけど、そういった方々がね、また新たな面白い運用だったりだとか、なんだろう、他のキャラクターと違う特徴みたいなのを、おそらくね、そのうちこう、提示してくるんじゃないかなと思いますので、面白い話があれば、改めてねこのラジオでも取り扱っていきたいなっていうふうには思うんだけれども、今回お話ししたいのはそれよりも少し前、オナーリーグの中盤頃に毎回来ていたキャラクター修正の案が出てこなかった件について、私の思うところのお話っていうのをちょっとやっていこうかなっていうふうに思うんだけど、通常ねオナーリーグの中盤ぐらいにだいたいいつも来てたのよ。8体ぐらいかな、キャラクター修正案っていうのが上がって、それがねアップデートによって修正されていくっていう現象が起こってたんだけれども、それがなかった代わりとしてかどうかはわからないんだけど、まあ、突如現れたこの武器移転チケットの存在と合わさって、各所でねちょっとした議論が、実は起こっています。で、今日はこの修正が来なかった理由について金スレご意見番としてのねこの考察をしっかり交えながら、お話をしていきたいと思うんだけど、今回の推論多分ね当たってると思う、自信ある。うん、まあ、かくいう私ね、フラグの建築とその回収速度みたいなのに関してはもう並々ならぬね、能力持ってんだと、過去ね、散々自称してきた、自称ね、してきたんだけど、読みのスキルみたいなの、まあ、先読みというか、に関してもね、まあ、ただの勘とも言えるんだけど、そういうものに関しても、ちょっとね、自信があったりするんで、今回はバシッと考察をしていきたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいますよう、お願い申し上げます。じゃあその本題に入るんだけれども、なぜキャラクター修正案が出てこなかったのか。運営が、その公式のねプロデューサーの方が、発表していた動画の中でもお話としてはね触れてあったキャラクターのバランシングについて、の部分とかを考えると、あのタイミングで更新がなかった、要は修正案がね定期的、まあ、比較的定期的に来ていたものがなくなったっていう現象に対して、
補填的な形でその武器移転チケットみたいなものが配られているんだっていうふうにこう感じているユーザーさんがすごく多いと思うんだけど、これしっかり考えていくと実はそうじゃないんじゃないかなっていう見方ができるなって私思ったので、それをねちょっとお話ししていくんだけど、まずなぜそう言えるのかっていうところのお話をする前に、前回も取り上げたね魔導光学装備っていうものの存在をまず頭にイメージしてほしいんだよね。前回の配信の中でお話ししたその魔導光学装備についてるその追加スキルによって、今まで、なかなかね運用が難しかったとか、火力の面でやっぱりちょっと伸び悩んでいたキャラクターなんかの運用も新たにこうね一新して使っていくことによって、こう1段も2段も上の倍率でダメージを稼ぐことができるよっていう話をしたんだけれども、まあそれって他のキャラクターでもまあできなくはないんだけれども、今のソウルウェポンとかが主体になっている環境下においては、例えばまあHP95% 以上の時の 25% アップ2つと防御虫ダメージ、25% アップ2つ、これらは掛け算にするとざっくり言えば、2.25倍、 225% 分のダメージアップになるっていう部分なんだけど、例えば HP95% 以上の時の 25% アップを4つ、使った場合って純粋に、ダメージが 100% アップになるから、まあ、200% 分ってことだよね。なる。で、その 25% を大きいと捉えるかどうかっていう話になるんだけれども、これって、無凸の獣人辞典を一つつけてるかどうかぐらいの差になるんだ。無凸なんだけど、つけている状態と、つけてない状態とで同じぐらいって感覚なんだよね。まあ全部のダメージに反映されるから、厳密に言えばそこまでの違いにはならないかもしれないんだけれども、まあ極論を言えばそのぐらいの違いになってくる可能性がね、すごく高いです。で、そういう状態をまず念頭に置いた上で、ちょっと考えてもらいたいんだけど、運営が考えている魔導光学装備の価値みたいなものを考えると、ものすごく高い価値のものとして運営はその魔導光学装備っていうのを今 PR している部分があるよね。で、まあこれはその商売的なところの絡みっていうのももちろんあって、運営としてはこの魔導光学装備の価値を極力下げたくないっていうのが現状見える部分じゃないかなと思う。あのメインのね特別ショップで売っていた、追加スキルも選べるチケットなんかは2万ルビー相当です、ね、かなり高額だから、そのあたりを考えると魔導光学装備の価値は絶対に下げたくないけれど、さっきも言ったように魔導光学装備が持つその追加スキルが優秀であるがゆえに、適してる英雄と適していない英雄との間にその装備がね厳選ができた後、大きな違いが出ることを運営は理解しているがゆえに、迂闊なキャラ修正を今してしまうと、例えばぶっ壊れる可能性、これもあるよね。で、そういったものってやっぱり運営としては一番注意を払いたいところ、まあ今までのね経緯を見てると本当に注意払ってんのかなって思う時も正直ないことはもちろんないんだけど、今この全貌がまだはっきりしてるのかしていないのかね、運営自身もこの魔導光学装備っていうもののその新たな、価値、そのダメージの出し方の部分、まだまだ多分ね掴みきれていないところがあると思うんだけど、その状態で迂闊にキャラ修正することが果たして正しいのかって考えると、大きく荒れる可能性が出てくるよね。これは運営にとってはまず慎重にならざるを得ない部分の一つ、じゃないかなって思うんだけど、もう一つあって、キャラクター修正をしたね英雄が活躍できるようになってほしいっていうのもこれ運営としてはあるよね、で、そういったキャラクターに魅力を感じてもらえるような調整がしたいっていうのも理想形としてあると仮定してだよ。仮定して考えていくと、
そのキャラクターの修正を行った上で、そのキャラクターに魅力を感じてもらわないといけないわけだから、魔導工学装備で生きるような形の修正をしたいとおそらく思ってんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、これねすごく難しい話なんだけど、運営が今回その追加してきた魔導工学装備の追加スキルってざっくり言うと、全英雄に適しているもの、まあこれはヨダメージ増加効果、まあこれはディーラーに関しての話だけど、ヨダメージ増加効果、まあこれは全英雄が使える。ただし通常攻撃ダメージアップ、持続ダメージの、ダメージアップ、防御虫ダメージのダメージアップ、これらって特定の英雄以外は全く刺さらないんだね。例えばたびたびね、私が配信の中でも使っているテオなんかが分かりやすいかなと思うんだけれども、通常攻撃が主体のキャラクターだっていう認識で今までずーっとプレイをしてきたわけだけど、その通常攻撃っていうのは結局通常の本当の意味での通常攻撃部分と追加ダメージね、通常攻撃の中で発生している追加ダメージの部分っていうのがあって、それらを我々は今まで通常攻撃とみなしてきたわけなんだけれども、魔導工学装備における通常攻撃っていうのは結局のところ普通に殴ってる素の状態の殴りだけなんだよね。例えばチェイスなんかも宝物によって追加ダメージが発生しているがゆえに、通常攻撃と思っているダメージに対して増える倍率っていうのが 25% でははっきり言って足らない、不足がある部分があるんだけれども、じゃあそのパーセンテージ増やせばいいじゃんってしてしまうと、今度は前回の配信の中でお話ししたような PVP における通常攻撃だけで敵を投げ払っていくニクスの存在とかね、そういったところに影響してしまうので、迂闊に修正できないんだよ。こう考えると少しずつね結論にたどり着くんだけれども、結局キャラクターの修正案それ自体がいいものだね、あのユーザーにとっていいものだと評価してもらおうと思えば、ある程度その魔導工学とかにも刺さるような改変をキャラクターの修正案としてはしたいけれど、それをやりすぎてしまうと魔導工学装備において今度不釣り合いな部分がどん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 顕著になってくるがゆえに、魔導工学を触らないといけないんじゃないかっていう議論につながってしまうんだけれども、今多くのユーザーが躍起になって集めているこの魔導工学装備に、例えばだよ、新たな、その追加スキル項目みたいなものを作り出すだとか、パーセンテージを変えてしまうだとかっていうことをしてしまうと、もうあれに荒れてしまうのが見えているがゆえに、修正案を迂闊に上げることができない。これがおそらくことの全貌だと私は思っています。どう？当たってそうじゃない？で、例えばだけど、どの英雄もだいたい追加スキルダメージみたいなのを持っているから、じゃあ追加スキルダメージアップみたいなの作ればいいじゃないのとかっていう案がパッとね、こういうお話をすると出てくるんじゃないかなと思うんだけど、防御虫ダメージとか持っている英雄もいわゆる追加ダメージで防御虫を発動させているから、そういう改変案ではなかなかね物事が前に進まないっていうのもわかるじゃない。ってなってくると、具体的な良策が見つかりにくいんだよ。ないことはないと思うんだけど、なかなか見つからないしまとまらない。で、そういう状況が今運営が抱えている一番の問題におそらく内部ではなってるんじゃないかなっていうのが、今回の私の推測でありおそらく本当の部分だと思うので、まあ例えばの話なんだけど、このラジオを聞いて、あ、じゃあこんなのどうなんだろうっていう、そのいいアイデア、良案みたいなのがあれば、ぜひね、運営にちょっと送ってみてはどうだろうか。うん。これは単純に私の決めつけ、ね、さっきも言ったただの勘でしかないんだけど、まあなんとなく今私が喋ったようなことって、普通に考えてだよ。まあ例えば自分たちの仕事に置き換えて考えてもらったらと思うんだけど、絶対内部で協議されてる事項だと思うんだよ。ほぼ 100%。
で、それは結局武器の移転チケットを配ったからそれで解決だって考えてるって意味じゃないはずなんだよね。解決策が自分たちにないがゆえに、とりあえずこういうチケットでも渡しといて、ちょっと今の環境に合う英雄をユーザーに探ってもらうっていう部分も、私はメッセージとしては込められてんじゃないかなっていうふうに思う。まあ、正直な話をすると、おそらくアイディアが枯渇して値を上げているとこじゃないかなと思うので、もしね、そういう、まあ、例えばダメージ計算だとか、そういった部分にね、知識が明るい方は、何かいい案を思いついた段階で、ちょっと運営にこういうことを、考えてみたんだけど、どうだろうっていうアイディアなんかを送ってあげると、案外スムーズにキャラクター修正案っていうのが出てきたりする可能性があるんじゃないかなっていうふうに思っているので、そういったね、コメント。まあ、運営に送る前に、例えば私のこの動画にでもコメントいただけましたら、ご意見番としてね、しっかりと吟味させていただきたいなっていうふうには思うんだけど、有料案に関してはね、ほんとね、まあ、もう変な話、私から別に、これすごいいいアイデアだなっていうのがもしあったら、運営の方に私からね、問い合わせで、送ってみるっていうのも一つね、やりようとしてはあるかなというふうに思っていますので、何かね、そういった関連の思うところ、ございましたら、積極的にね、コメントをいただければと思います。まあでも難しいよね。片方立てれば片方立たないじゃないんだけど、キャラクターの修正自体を魔導工学装備ありきのものに変えてしまうこと自体もどうなんだっていう議論も、これまた絶対ね、内部でも起こってると思うし、かといって、魔導工学に、念頭を置いていない調整をしてしまうと、魔導工学装備を適用した時に本当に壊れうる可能性がある。そのぐらいね、大きな影響力を持つ装備を実装したがゆえの、まあ、運営のジレンマがおそらく発生していると思うので、まあ、そのあたりをね、まあ、あまりこう攻めるっていうよりかは、むしろこう、いいアイディアないかなって探りながら、公式をね、うまくこう、導いてあげるじゃないんだけど、うん、公式のこの次のね、一歩を踏み出す、なんて言うんだろう、この支えになってあげるというかね、そういうアイディアが、この配信を通じて、現れてくれたらいいな、なんていうふうに、思っております。まあ、どうだろう、当たってるかどうかは正直わかんないんだけど、なんとなくね、そんな気配があるんじゃないかななんていうことを先日、ぼやっと考えていた、そんなお話をね、今回はさせていただきました。次回以降ね、いろんな話題触れていきたいなと思っておりますが、例えばこんな話題どうだろうとか、今回の配信聞いててこんな風に思ったよみたいなコメントなんかもね、どしどしお待ちしておりますので、皆様どうぞご協力よろしくお願いいたします。これ公式のアンバサダーが言うセリフだな。もうやめよう。私はね、非公式、アンバサダーとして、今後も活動してまいりたいなと思いますので、応援いただけましたら幸いです。今回は以上です。